ちょうど1年2ヶ月程度ですかね。はい。電力の保守をやるにあたってですね、今、3D スキャナーを使って、で、ゲートなんかの、ものを取るといった、研究開発をしようかなと思ったときに、熊野さん、以前からお付き合いがあったので、熊野さんにお願いして、現地で測定の方をしていただいて、で、それをの業務をやっていくにあたって、熊野さんが持っておられるそのファドなんかですね、自社で持ってですね、測定を今後やっていこうかなといったのがきっかけですか。ネットとかでいろいろ見たりとかですね、技術展なんかで見たんですけども、やっぱりファドさんの方が取り扱いとかですね、精度とか、いろんなとこが良かったなと思って、ファドさんに決めさせていただいたといったところですね。はい。やはり思った通り、現地測定なんかもですね、ほぼほぼボタン一つというところで、取り扱いだいぶ楽ですので、すぐに他の社員がですね、使えるようになったといったところが、一番いいかなと思います。はい。1年ちょっとなんですけども、一度ですね、熊野さんの方にお邪魔させていただいて、技術の説明なんかをさせていただいたり、それは現地測定じゃなくてですね、データの取りまとめとか、そういったものをですね、教えていただいたりする。今後もそういうことで、アフターサービスの方よろしくお願いしたいなと思っております。先ほど言った私どもの専用分野のところですね、ところで研究開発ので行ったやつを実質ですね、そういうものが測定ができてですね、で、将来的にそれを使ってどういったものになっていくのかっていうところも実務的にできればなと、今やってる最中ですけども、できればなと思っております。